ほのもおめでとうって言ってくれた。同時に達成って珍しいね。そうやんな、あんまりないですよね。いい池松コンビのスタート。今日の髪型はヒルが一応クマやと思ってたら、あのちいかわの髪型って言われました。あれクマじゃないんや。なんか自分は最初全上げのクマにしようと思ってたけど、下ろしてる写真を見て、他のメンバーさんの写真を見て可愛いなと思ったから、半お団子というか半クマにしたんですよ。そしたら、それちいかわやでってみひなに言われた。ちいかわの髪型らしいから、後で写真載せますね。で、夜はハーフアップでした。これめっちゃ褒めてもらったんですよ。なんかメンバーもめっちゃいいって言ってくれて、ダンサーさん、ダンスの先生にも褒められた。これめっちゃいいねって。やったー。なんか最初めっちゃね不安だったんですよ。なんかやりたいとか言ったけど似合う気せんくって、でもいい感じな気がする。なんか私なんていうの、クマとかさ羊とかさ2つ系のが似合うと思ってたら、この1個で結ぶ系も別にそんな変じゃないな。似合うか不安だったんですけど。あ、ちいかわヘアは TikTok に載ってるのでぜひ見てください。お、やっさんキノコだ、かわいい、ありがとうございます。なんか私が思うに、ずっとメイクさんにも言ってるんですけど、ここの耳の後ろ、ここボリュームがあったら、ボリュームっていうか髪の毛がここにあったら、ここの部分髪の毛があったら漏れるんですよ。だからハーフアップが好きなんですけど、全おろしとより全上げより半分が一番似合う気がする。カルちゃんハートありがとうございます。あー、ハートありがとうございます。でもこれ逆毛って分かりますかね、逆毛を立ててもらって、でももう潰れてるっていうか落ちてきてるね。そうなんです。三宅ちゃんクマを、クマに際してっていうのかな、クマだ、ありがとうございます。クマがここにいる、ありがとう。クマスケ、この髪型ちょっと気に入った。引きで見てほしい。めっちゃいい感じじゃない。自画自賛。あ、ここもちゃんと巻かれてるんや、いい感じ。くますけ楽しかった。今日は蜃気楼でした。ランナーズは2回だけやりましたね、前回とその前。けいちゃん、写メ会5枚撮ったで、わーやったー。何のポーズするか気になるじゃない、考えましょうよ。あのね、私はね、そうだ、昨日ラジオのお仕事をしてきたんですよ。そう、それで身内ポーズ、あの兵道さんと宇野ひろみさんと一緒にラジオをさせていただいたんですよ。外部っていうのかな、 NMB のラジオじゃない、ラジオをしたんですけど、そこでなんか決めポーズあるって聞かれて、あの収録じゃない、生放送かの前に決めポーズあるって聞かれて、
ちょうど私写メ会、前の写メ会で作った身内ポーズがあったので、これですって言ったらやってくださいましたなんか顔と顔、顔に挟んではったそう、やってくださいました。やったー。そう、身内ポーズ写メ会で皆さんポーズに困ったら身内ポーズしましょうね。身内ポーズ。ともきさん、写メ会お邪魔します。わー楽しみですね。写メ会、写メ会って11月でしたっけ。急に出演決まったの。あ、うん、美咲さんが急遽出演してくださいましたよ。都市坊さん、挟んだはった、京都弁多め、嘘やんガチ挟んだはったって言わへんか。あ、めっちゃ何が京都弁かあんま分からずに喋ってます私マスオさん、100回目の公演入れたの嬉しかった。狙って来てくれたかと思ったらそうでもなかった。あ、当たってよかったってことかな。ありがとうございます、皆さん来てくれてありがとうございます。99回目も嬉しいですよ。写メ会楽しみ。写メ会、あ、お話し会とか写メ会のね、お支払いが、洗濯期限が今日までなのでお忘れなく。りょうさん、京都育ちの後輩と喋り方全く同じ。そりゃそうやんか京都やもん私も。みんなで京都弁しゃべりましょう三宅ちゃん、カラムーチョ食べよ、ラジオの影響。あ、カラムーチョのチップスバージョン皆さん知ってますか。なんかカラムーチョってちっちゃいじゃないですか。でもそのチップスがあって、そのカラムーチョのチップスがね美味しいんですよ。食べたことありますか。あんまり有名じゃないかな、チップスの方は。食べたことある人、私よく食べるんです。やばい、そろそろ頭皮が引っ張られてきた。頭皮が痛くなってきた。野原しんのすけのすけさん、ランナーズ入って田中さんぽで。そうだよ、あのこける人やってます。こける人やってます。あの真ん中のこける役やってます。三宅ちゃん、スティックのやつしか売ってなかった。マジ、チップスは京都限定ですか。ひよこさん、はーい、わ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ食べたことあるんや。あ、スーパースティッチさん、カラムーチョのチップスバージョン、スーパーで売って。そう、そうなんですよ、スーパーにあるんですけど、皆さん見たことありますかね。力持ちさん、さくちゃんが夢にみおちが出てきて、みおちが車を運転していたって言ってた。そうなん、いつの夢やろ、昨日の夢ですかね。運転してた。私は免許持ってないです免許持ってないです。しゅうさん、初見さん、こんばんは、こんばんは、やっほーよろしくお願いします。ゆうちゃんさん、こんばんは、こんばんは。焼き鳥先生さん、あと、ありがとうございます。いっぱいだ、ありがとうございます。うーん、心を込めてハート100個心を込めてありがとうございます。としぼうさん、みおさく仲いいね。さくちゃんの方、さくらの話出てきたっけ今。松岡さんですか、松岡さんですか。りょうさん、支払い洗濯忘れてて危ない。今見たらみおち握手当たってました。やったー、握手いつですか、関東関西。ゆうさん、こんばんは、こんばんは。かるちゃん、こんばん、あれかるちゃんさっきいましたよねこんばんは。マスオさん、バラありがとう。けいちゃん、うちわも追加、追加じゃないわ、注文したで。あ、グッズのうちわ嬉しい。あの今回のグッズは固定ヘアじゃなくなって初めてのグッズなんですけど、
その前回の前回っていうかこの間の生写真のあの休戦協定の衣装はこの何だし何でしたっけ固定ヘアしてて、今回はハーフアップしてます。13周年のグッズ全部ハーフアップ、ハーフアップ。あの時はあれが一番漏れるって思ってたんですけど、もしかしてこっちのが漏れるかもなんかいろいろ私ね、メイクさんにも言われたんですけど、めっちゃいろんな髪型試しててまだネタ切れしてないんですよ。だからそうなの、まだやりたいのはあるんですよ意外とね。でもね、全部いろいろ試して、あそう全部試して、その中からめっちゃ漏れるやつをライブでやろうと思います。昼夜あるので2回2個髪型できるんですけど、何にしようかな。でも好評だったのはサイドポニー、意外と好評でした。サイドポニー巻きだいぶ取れた。あもうないですよ、まっすぐやで、ま、ね、っすぐ私めっちゃ巻きすぐ取れるので、髪の毛細いからさ。スーパーサポーティエットさん、まだまだ髪型の候補があるってことですね、楽しみ。あ、ありますよ。みんながが分からへんけど、何人かが見たいって言ってくれてるやつがまだ残ってるので、そう残ってるんですよ皆さん。意外と次11日は、でもさ、あでもそっか、11日出演しなくって、自分出演しないので、次がいつかわからないんですよ、 B2 公演出るの。でもその時にやろうかな、ライブまでに出れたらやろうと思います。でもあと、あでもそうだな、絶対やりたい、ライブまでにやりたい、試すっていうのはあれですけど、やりたい候補は、絶対やりたいのはあと1個あります。そうなんですよ。お、だるま、ありがとうございます。ゆうちゃん、だるま、赤だるま、だんちゃん、こんばんは。炭酸さん今日の髪型好き、似合いすぎと思いました。おお、やった。昼夜どっちですか、これですか。りょうさん、ハートありがとうございます。今日の髪型どっちだろう。皆さん TikTok 載せたのでぜひ見てください。 TikTok はクマの部屋やってます。ヨッシーさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。夜だよ、あ、じゃあこれか、イエーイちょっとギャルじゃない。次の B2 コイン、あ、めっちゃ流れちゃった。はやとみさん、次の B2 コインいつになるんだろうね、スケジュールなかったから。あ、確かに、あ、しばらくないかも、やばい、どうしよう、しばらくないかも。お、キノコ、キノコ、ダンちゃん、ヤスさん、キノコありがとうございます。連続キノコキノコ、エイティさん、蜃気楼の人ランナーズハイの日で髪型のゲートは変わりますか。あ、全然気にせずやってた気にせずやってましたね。でもランナーズハイの日はもう来るかは分からへんたまたまこの間は2回連続だったんです、愛花さんがいらっしゃらなくて。でもずっと蜃気楼が多い気がするな。ヨッシーさん、ラジオほわっとええ感じ、聞いてよ。おー、ありがとうございます。やった。結構リプで、なんか私の引用リツイートのリプでめっちゃみんなさ、褒めてくれたというか、なんかお話上手だねとかいうリプもあって、嬉しかったけど、自分が思ってたよりは話に入れたんですけど、ちょっと説明するのが下手なので、もうちょっとなんちゅうやな、話の順序っていうか、オチをつけれる喋り方がしたいですね。話のオチ、
スオさん今日って巻き髪のポニーやったの？あ、ポニーじゃないと思う。はあ、なんて言ってたったっけ、なんかメイクさんが呼んでたのはハーフポニーって言ってたかな。ハーフポニーって言ってたかも。ハーフポニー多分。三宅ちゃんキノコ、キノコありがとうございます。キノコキノコ、今日さくちゃんが言ってたドアはこの部屋のドアなの。ドアなの。あ、全然違う、劇場ですよ。劇場でほのが踊ってて、なんかその音が入っちゃうかなと思って私はさくちゃんのドアを閉めたんですね、配信してたから。そしたらほのがあの携帯を飛ばしてドアの向こうのさくちゃんにまで聞こえちゃったっていう配信に入っちゃったっていうね。てつくんさん、ラジオ聞いてたらみおちゃんがゲストで超超びっくりして、あ、ゲストって知らずに聞いてたってことかな。わあ。そうなんですよ、ありがたい、ありがとうございます。いっぱい聞いてくれてやったね。焼き鳥先生さん、昼公演入ってたけど最近みおち気になってます。最近ですか？でも前からショールーム たまに来てくださってますよね。気になってます。ぜひ次の出演決まったらまた公演来てください。ありがとうございます。三宅ちゃん面白くて笑いこらえながら劇場行ってた。あ、来る道で聞いてくれたんですかね、ラジオ嬉しい。笑いこらえながら、あのクイズのコーナーがあるんですけど、クイズ面白かったの、面白かったのは私だけかもしれないんですけど、面白かったのでぜひ聞いてください。あのクイズがちょっとねわちゃわちゃしたのでちょっと難しかったな。中島よしーさん、初見です。初見じゃないよ、初見マークついてないよ。青いマークついてないよ。ありがとうございます。てっしーさん、お、またメイドのクマちゃんみたいなのがいる。ありがとう、クマ、ありがとうございます。クマかわいいね。チョコナさん、こんばんは。 FW193 ありがとうございます。シュートさんって読みますか。昼夜両方公演最高でした。あ、来てくださった、ありがとうございます。やったー、私と目合いましたか。ありがとうございます。トウイさん、ラジオは明日ラジコでゆっくり聞くつもり。私も自分のやつまだ聞けてないので聞きますね。あ、そうや、みおち代行のジャンレディは来週からかな。14日ツアーの初日放送です。ジャンレディ目14と21だったはず。めっちゃ楽しくラジオできたので、ラジオいっぱいや、嬉しい。そうなんです、あのやよみよのジャンレリモクもあのスタッフの方があの選んでくださって、代役に。やったージャンレリ楽しかったです。でもめっちゃそのラジオの何さんっていうんやろ、プロデューサーじゃないな、なんてラジオのスタッフさんに、収録してくださってる方にあの仲良くて、あの話す内容一緒やなって言われた。なんか彩香と弥生はいい意味でタイプが違うから結構お互い補い合ってたけどみたいな、私と弥生は考えてることが一緒やから、あの言ってること一緒って言われた。難しい、まだまだ勉強が必要ですね。宝野さん、公演またぎの説明とか難しいね。うまくできてたけど、おお、やった、うまくできてましたかね。やったね。土曜昼夜番長さん、今日の夜公演の髪型テーマ、髪型のテーマは、テーマあのやろ、ハーフアップってか元気系に見えるやつしてみたくって、上でパイナップルじゃないけどやってみました。元気系にちょっとなんかギャルまではいかへんか、ちょっと今巻きが取れてるからあれやけど、なんか100回記念の写真ツイッターに載ってるんですけど、あの NMB の公式に、それめっちゃなんかギャルじゃないですか。
そんなことないか。都市坊さん、みょうちの声は癒しボイスだね。やった。ダンちゃん、みょうちさん有能すぎん。なんかしたっけ。なんかした。やばい、足がしびれてきた。あー、めっちゃ足しびれてきた。 PM、 足が痛いです。左足がしびれた。今見ている皆さん、ぜひ急なんですけど、ぜひショールームのフォローよろしくお願いします。また次回も見に来てください。ぜひハートボタンで次も見に来てくださいね。正座して配信、あ、お姉さん座りっていうんですかね。正座はしてないけど足がしびれました。ピエン。ではランキング読みますよ。あ、私もハートエフェクトやりたいな。はい、ランキング読みます。13位、ひじまじんさん、ありがとうございます。12位、りょう、圧倒的みおちさん、ありがとうございます。11位、だんちゃん、ありがとうございます。10位、チャリオさん、お、初ランクインかな、ありがとうございます。9位、遠いさん、ありがとうございます。8位、スーパーサブ48さん、ありがとうございます。7位、やっさん、アイコンが小気味になってる、ありがとうございます。6位、カルちゃん、ありがとうございます。5位、ゆうちゃん、ハート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 、ありがとうございます。4位、焼き鳥先生さん、ありがとうございます。3位、マスオさん、ありがとうございます。2位、テッシーさん、ありがとうございます。1位、三宅ちゃん、ありがとうございます。くま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 、どうやって戻るんやっけ。お、戻りました。オッケー、くまくまくま、ありがとうございました。次の髪型も考えておきます。私ずっと最近髪型の話しかしてない。なんか自分で髪型するの下手なので、あの公演の時はやっていただけるから、メイクさんに、楽しみなんですよ。楽しみの一つ、次の髪型を考えるっていうのは日々の楽しみ。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ライブの髪型も考えつつ過ごしていきたいと思います。リハーサル頑張ります。じゃあねー、バイバーイ。ラジオ聞いてくださね。聞いてくださね。聞いてください。